皆さんこんにちは。 NHK 連続テレビ小説朝が来たで注目を集め大ブレイクを果たした吉岡里帆さん、そんな彼女が6月25日放送のフジテレビ系列僕らの時代に出演し、結婚について語ったり一人暮らしの寂しさを明かしました。現在の交際相手について調べてみたところ、過去に俳優の佐藤健さんとの交際報道があったことから、電撃結婚のお相手は佐藤健さんではないかとささやかれているようです。果たして本当に吉岡里帆さんと佐藤健さんは電撃結婚するのでしょうか。今回は吉岡里帆さんと佐藤健さんの関係性、結婚の可能性について調査してみました。ぜひ最後までご視聴ください。まずは吉岡里帆さんについてご紹介します。吉岡里帆さんは1993年1月15日生まれ、京都府京都市右京区出身。女優、グラビアアイドルとして映画やテレビドラマ、CM などに数多く出演しています。 NHK 連続テレビ小説朝が来たで演じたメガネの少女のぶちゃん役で人気を集め、結婚情報誌ゼクシーの9代目 CM ガールに抜擢されます。2017年連続ドラマカルテットやごめん愛してるでさらに大ブレイク。2018年には君が心に住み着いたで連続ドラマに初主演したほか、三木聡監督作音量を上げろタコ、何歌ってんのか全然わかんねえんだよでヒロイン役を演じ、その他にも様々なテレビドラマや映画、劇場、アニメにも進出し、多くの賞を受賞しています。癒し系の眼差しで見ているだけでホッとさせてくれる吉岡里帆さんですが、2017年に吉岡里帆さんと佐藤健さんの熱愛が発覚したと報道されていました。報道記事によると、2人は俳優の城田優さんを介して知り合い、吉岡里帆さんが夜な夜な佐藤健さんの自宅を訪れているようで、時にはお風呂上がりのような髪が濡れたままの状態で訪れたこともあるのだとか、佐藤健さんの友人宅に集まって遊ぶこともあるとのことで、双方の事務所は交際はありません、友人の一人ですとコメントを発表しています。否定してるとはいえ確実な事実証明がないため、報道を受け吉岡里帆さんの男性ファンからは羨ましいとの声も殺到したそうです。一部では俺の癒し吉岡ちゃんが、男見る目ないな、やっぱりスキャンダル発覚したかと羨望や悲しみの声を漏らしていました。当時は徐々に仕事量が増え、ゼクシーの9代目 CM ガールに選ばれた際には、今はお仕事を頑張る時期と恋愛封印を宣言していたようですが、どうも我慢できなかったようです。また女優業が軌道に乗ったこともあり、水着グラビアを封印してしまった。それだけにファンは佐藤が吉岡の魅惑のボディをとは微共感のようです。売れっ子女優にはもちろん売れっ子俳優がお似合いなので、ファンは何も言えないのが現状でしょう。また佐藤健さんと付き合うとは男の見る目がないとの声も多く聞かれました。なぜ佐藤健さんだと見る目がないと言われてしまうのでしょうか。佐藤健さんといえば芸能界きってのプレイボーイと言われています。数々の女優さんと今まで交際されてきたという噂がたくさんあります。過去には石原さとみさんや秋山里奈さん、元 AKB48 の笠井智美さんと前田敦子さん、さらには広末涼子さん、森環奈さんなど数々の芸能人と浮き名を流しています。吉岡里帆さんもその一人でしょう。他にも三浦翔平さんと参加した合コンで一般女性にブス帰れと罵ったなどと、まことしやかな火遊び伝説を持っていることで有名です。佐藤は芸能界きっての女たらしで、女性へのアプローチがまるで一流ホストのように巧み、男性に免疫のない女性はコロッと落ちやすい。吉岡も佐藤の手練手管にやられたのでは。とはいえ吉岡は芸能界のドンこと須保郁夫さんが牛耳るバーニング系の事務所に所属し、ドンのお気に入りの一人とも言われている。佐藤の度胸には恐れ入ると芸能関係者は語ります。佐藤健さんは女たらしと有名で、バーニング系列の吉岡里帆さんをもスキャンダルさせてしまったようですね。おそらくコロッとやられてしまったのでしょう。モテ男はすごいですね。さらに芸能関係者は、
佐藤にとって吉岡はただの遊び友達の一人だったみたいですが、驚くことに吉岡にとって佐藤も何人かいる遊び友達の一人だったのだとか。売れてからは男性に不自由しなくなって遊びまくっていたようです。しかしとうとう事務所幹部の堪忍袋の緒が切れたようで、すっかり夜遊び禁止令を出されてしまったのだとか。それからストイックな生活を続けているようですとコメントを残します。実際ただの肉体関係で終わっていたのではとの報道もあります。真相は分かりませんが、付き合ってはいなかった可能性もあるようですね。この熱愛報道がきっかけでアンチが増えてしまっている吉岡里帆さん、脇が甘いとの声もありました。もともと女性受けは良くなかったということも理由としてあるかもしれません。また吉岡里帆さんは過去に多くの男性と熱愛報道や交際の噂が広まっており、歴代彼氏は15人とささやかれているのです。さらに吉岡里帆さんは2017年5月から放送がスタートしたどん兵衛の CM では狐に扮した姿を披露し好評を得ていましたが、実はそうではないようです。ネット上では佐藤健の夜間通い報道があってから萎えた、ダメだ、どうしても佐藤健の顔がよぎってしまう、 CM のベッドは佐藤健のお家のベッドかなといった声が上がっています。この熱愛報道のおかげで清純派のイメージが崩れてアンチが増えてしまったようです。芸能界きってのプレイボーイこと佐藤健さんと彼氏が絶えない吉岡里帆さん、似た者同士お似合いの2人なのかもしれません。その後吉岡里帆さんと佐藤健さんの報道はないまま5年が経ち、吉岡里帆さんは2023年6月25日放送のフジテレビ系列僕らの時代に出演し、結婚について語ったり一人暮らしの寂しさを明かしました。僕らの時代は毎回さまざまなジャンルで活躍する3人が集い、多彩な話題や事象を取り上げていくトーク番組です。今回は吉岡里帆さん、ヒースの又吉直樹さんとシンガーソングライターの吉澤佳代子さんの3人でさまざまなお話を聞かせてくれました。話題は恋愛や結婚願望をめぐる話題に、恋愛は作品に影響を及ぼすのかという質問が及ぶと、吉岡里帆さんはときめきが創作の源になると返答すると、ときめき力がどんどん落ちていくと感じているとコメント。吉岡里帆さんは家で一人で過ごしている時にお笑いを見たりして一人で笑っていることや独り言を言うことがあるので、そういうことを共有したいなという思いがあるそう。結婚について語ったり一人暮らしの寂しさを明かした吉岡里帆さん、現在の交際相手について調べたところ、現時点ではそういった情報はありませんでしたが、情報がないということは今もなお佐藤健さんと交際が続いている可能性が高いですね。また佐藤健さんは過去に35歳までには結婚すると語っており、吉岡里帆さんは30歳、年齢的にも電撃結婚がありえるのかもしれないですね。今後の報道を楽しみに待ちましょう。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。